ライブの聖地として知られる渋谷公会堂が老朽化を理由に取り壊されることになり、あさって閉館します。かつての東京オリンピックに始まり、成人式やコンサートまで幅広く使われた51年の歴史を振り返ります。渋谷の専門学校を通ってたんですけど、ここの渋谷公会堂を使って入学式をしたんですね。寂しいですね、ちょっと、はい、結構ライブハウスとかなくなってきちゃってるので、はい、最後だから入ってみようかなと思ったんだけど、今日は閉まっちゃったから残念だった。この区役所とともに建て替えとなる渋谷公会堂、もともとは1964年オリンピックの重量挙げの会場として竣工しました。1964年、ここは東京オリンピックの競技会場でした。見事成功。10月の12日というのがスポーツの始まりの日であると、私の人生の始まりというふうに言っても決しておかしくないだろうかな。三宅義信さんはこの場所でウェイトリフティングフェザー級で東京オリンピック第1号となる金メダルを獲得しました。各競技場で熱戦が繰り広げられています。ウェイトリフティングはやりやすくね、作ってくれたという心はね、察していると思います。選手村からもう目の前にある大会場なんていうのは、後にも先にも芝公会堂だけだったですよね。まあ、あらゆる面においてね、良かったなって感じします。日本人選手が全員入賞という大活躍の舞台となった渋谷公会堂。現在1階にはメモリアルプレートが飾られています。オリンピックの次の年からは様々なイベントなどを行う渋谷公会堂として再オープン。渋公の愛称で親しまれ、様々なアーティストがこの公会堂を使ってきました。渋谷公会堂は使いやすく居心地が良いとして、音響家が選ぶ有料ホール100選の一つにも認定されています。さらに渋谷区初の試みとして命名権が導入され、2006年から5年間は渋谷 CC レモンホールとして運営しました。先月26日には区民らがベートーベンの交響曲第9番を歌う最後の演奏会が行われました。この日は1500人以上が訪れ、1984年から毎年開かれていたイベントを楽しみました。最後のホールで歌えた感謝ですね。ありがたいなという気持ちでいっぱいですね。渋谷公会堂がなくなってしまうというふうなことがあったんで、どうせなら一度立ってみたいというふうなことでですね、立たせていただいて本当に嬉しかったですね。はい、病みつきになりました。これで響きがいいし、やっぱり渋谷のシンボリック的なね、コンサートホールですので、ずっとこう歌いたかったんですけど、また新しいね、ホールができますので、区民の皆さんでこけら落としができればいいななんて思っております。渋谷公会堂は来月にも取り壊され、区役所とともに2018年度に生まれ変わる予定です。私自身も世田谷区内の中学高校に通っていたんですが、音楽祭は毎年この渋公でやっていました。いやー、なんだか寂しい限りです。閉館まであと2日、渋谷公会堂には建て替えを惜しみ、連日多くの方が訪れているそうです。そして新しい渋谷公会堂は災害時の帰宅困難者の受け入れにも活用するため、3000人3日分の食料品などを保管する防災備蓄倉庫を整備し、防災施設としても活用されるということです。